みなさんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。学生時代からいじめられていたという3人が元アウトローのカリスマらとリングの上で戦い、殴り合う衝撃的な光景が繰り広げられた。試合が終わると朝倉未来が称賛、ファンも騒然となった。画像、売田純子に襲いかかる衝撃光景、いじめられっ子3人衆。1日 朝倉が CEO を務める1分間最強を決める格闘技イベント「ブレイキングダウン13」が東京アリーナ立川立姫で開催第1試合で「いじめられっこ VS いじめっこ」3対2の無差別 Q& 1マッチキックルールの試合が実施されたいじめられっこチームは学生時代に壮絶ないじめを受けていたという吉人七瀬真由紀、七瀬真由里、沢夢の3人 そして、いじめっ子側として登場するのが、売田巡視とキヤケイア系悪魔王子だ。今回が初の試みとなる企画の意図を、溝口裕二空は、ブレイキングダウンが人生を変えたいと思う方たちのきっかけになる場所でありたいと説明している。異色の試合はいじめられっ子チームがボングと同時に売田悪魔王子に突進。人数の利を生かして 1>, 1対1の構図を作らないように複数でパンチを繰り出す途中から3人まとめて家電に襲いかかるなどまるでいじめられていたとは思えないぐらい堂々とした戦いっぷりだ1分はあっという間に終わり判定はパンチの強さでふがあったいじめっ子チームが4対1で判定勝ち終わった後はいじめられっ子たちが泣きながら家電たちと抱き合う朝倉はいい企画でしたね いじめられっ子が得たものは大きいと思いますと初めての試みに手応えをつかんだようだ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。